よいしょ。よし。動きの確認。じゃあ、いくよー。音量にご注意ください。あれ、生息機能。いつでも愛のミュー、君にテイクキスミ、忘れられないから、目あの大事なメモリー、ラーメンを主食になれないならば、上抱きしちゃえば目あの想い通り、ずっとそばで見てるよ。バックアップは任せて、左から右へと出来事があちこちどっち、君はどこにいるの、バスでまだ先でしょ、いい加減にあそこから見えない、死ぬ主張しない、濡れたそこの音、淡い上こと、そこに触るなんて気にしてるからに決まってんじゃん、それでも信じて幸せになるように礼儀正しく、まずは些細な挨拶とこから、 I ready、 いつでも I love you、 君にテイクキスミ、忘れられないから、目あの大事なメモリー、ラーメンを主食になれないならば、上抱きしちゃえば目あの思い通り、夢からピュピュ覚めないで、覚めないで、ぬくもり逃げないで、まだ夜はたっぷりあるから、あと5分、80分我慢して、100年後続くなら約束圧縮して、間違ったメールから勘違いのコシコシコシ、ソーセージの加え方少しは違うでしょ、見て見ぬふりされた好感が爆発しちゃう、調子に乗り出す、でもすぐにへこみ出す、清掃な暴走、誰か止めてくれますかベイベー、ぶつかればまた新しい生還開発、でも力尽きてしまえばそこまで、オーマイガー、いつでも I love you、 君にテイクキスミ、お星様に願い事叶えてくれますか、あそこ村からマネウェアを運んで一万世にそんな花を探しに行くの、まだ君の熱いミルク、ミルクは肌に伝う涙、ミルクはメアに包んで届けぬよ奥に、
こ見てた。近づこうかな。よいしょん。よいしょ。近づいてきたよ。はい。メアの初めての歌。頭入りながら歌ったら息が上がって声もおかしかったけど。楽しんでもらえてたら嬉しいですって感じで盛り上がりましたがここでメアからみんなにお手紙を書いてきました。ちょっと待って、お手紙の準備するね。読むよ。かなかなとちょっとしんみりしちゃうかもしれないけど、ミアの気持ちを聞いてほしいなと思います。大好きな君へ。まずミアのことを知ってくれていた方へは、急にいなくなってごめんなさい。はじめましての方は、何の話かわからないのにごめんなさい。聞いてくれたら嬉しいです。いっぱい応援してくれてたのに期待に応えることができず本当にごめんなさい。メアが耐えていたの、みんなを悲しませることはなかったかもしれないのに、活動中は本当に辛いことばかりでした。だけど、やっと見つけることのできた生きる意味と幸せをなくしたくなくて、毎日必死で耐えていました。でもどんどんひどくなるし、もう心が壊れてしまう手前で限界でした。大切な宝物を守りきれなくて本当にごめんなさい。全部なくなってしまった時、せっかくできた大切な居場所がなくなってしまって、また生きる意味がわからなくなりました。でも、そんな風に辛かった時、みんながツイッターとかでずっとメアのことを待ち続けていてくれて、本当に支えになりました。しばらく、魂だけだった期間も、好きにいてくれて、お前なんか側だけで何の価値もないって言われていたから、メアの中身を好きにいてくれて本当に嬉しかったです。